はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の週シリーズ第95弾やっていきましょう。で、問題9問あります。で、最後の9番に関しては皆さんもちょっと定規とか使って書いてもらって、書き方が合ってるかどうかのチェックでぜひね、やってみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ画面下げますのでお待ちください。よっよっほ、もうちょいこの辺かな。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は、マイナス大好きですね。全部引き算とマイナスしかないけど、2引く、かっこマイナス5、マイナス9という感じですね。で、これはもう何回も出てきてますけど、ここのね、マイナスがダブルってると。ここをプラスに変えて、その後ろの符号も変えると。だから2たす5を引く9なんだよね。で、2たす5は7です。だから7引く9になるから、ここはマイナス2と。まあ、これで OK。で、2番に関しては、まあ、私がね、もし、受験生とか勉強する立場の方だったら、絶対に2回解くっていう。とにかく私は分数で計算ミスが多い、昔からね、人間なので、必ず、復習で2回やるってルールがあるんですけど、で、これは方程式ではないです。最初からイコール1とかないですね。だから、全体に12をかけるっていうのができません。この問題は。だから、通分していく。で、通分していくと、12分の、4と3なんでね、12に通分するんで、上を3倍すると、9x マイナス 3y。引く、こっちも12分の。で、こっちは4をかけますね、ここに。だから上にも4をかけるから、4x プラス 8y と。で、ちょっと上に上げますけど、分子、上をね、計算していくと、このマイナスが気をつけなきゃいけなくて、このマイナスは、この子にもこの子にも配ります。後ろ配るからね。だから、マイナス 4x マイナス 8y になってます。イメージとしては。で、9x とマイナス 4x くっつけると、5x。で、マイナス 3y とマイナス 8y なんで、マイナス 11y と、ちょっと狭かったね。よいしょ。こんな感じ。いいかな？で、次、ちょっと今指で消してもうた。ごめん。で、これも、まあ、いつも言うよりごめんなさい。これ1個ずつやって、ここで出た答えとこれを計算してもいいんですが、私は一気にやるのが好きなので、一気にやらせていただきます。まず符号確認。プラス、マイナス、プラスなので、マイナス1個ですね。マイナスが1個ってことは全体の答えはマイナスになります。マイナス。で、分数の長い棒を書いて、まず最初にいる子は上です。A2 乗 B。掛け算の後ろの子も上です。だから 3B。このマイナスに関してはもうマイナス今処理してるので無視します。で、割り算の後ろの子は下に行きます。こうですね。で、あとは約分。B が下2個。で、上も2個ですね。だから B が両方使うことによってこの子も約分ができます。で、6と3約分するとこっちに2が残ります。で、A が1個と2個なので1個約分して上の、まあ、2を消しましょう。1個は残るからね。で、残ったのが2。A1 個。こっちはないか。で、あとマイナスも残ってます。これが残ってるので、あとは書くだけ。マイナス2分の A と。まあ、これマイナス2分の 1A とかでももちろんどっちでも OK です。まあ、あんまり多くはないですけど、こうやって分数で残るパターンもあります。答えが 2A 分の 3B とかね、になることもあるので、まあ、こうやって一気にやっちゃった方が、下に2は残ってるねって、まあ、はっきりわかるんでね。まあ、自分はこっちをおすすめしますが、別に強制はしない。ね、1個ずつやっても構わないです。では4番行きましょう。ルート計算ですね。まずここ、ちょっと狭いんですが、有理化が必要なので、上と下にルート2をかけます。ルートは同じものをかけると、ルートが外れて出てくる。2ですね。で、こいつが2になったので、約分ができる。つまり、こっちは6ルート2になります。有理化するとね。で、32です。中身出していきましょう。32は、16×2 ですね。で、16は、4の2乗。つまり2乗のアイテムを使うことによってこの子だけルートの外に出てこれます。だから、ルート32は4ルート2となる。で、ルート2、中身が揃いました。だから引き算ができる。6-4で2、ルートの中身は変わりません。足し算引き算はね。だから答えは2ルート2。これで終了となります。では次5番です。ちょっとね、省略形で書いてますけど、もともと50本の鉛筆がありますと。で、7人の生徒に A 本ずつ配ったら B 本余りますって。で、それを、普通はね、だいたいそれを数量関係で式にしなさいなんだけど、もう一個ひねってんだよね、その後ね。まあ、ちょっと先に数量関係の式立てちゃいましょう。で、まず、7人に A 本ずつ配るので、まあ、7A ですよね。A 人に7本、7本、7本って配っていくから 7A と。で、B 本まだ余ってるから、まだあるよってことなので、B を足してあげます。いいですか ?7A。7人に A 本ずつ配って B 本余ってるからそれも足しちゃいましょうって。それが全部で50本あるって言ってるからこうです。本当はここで終了が王道だね。よくあるのは。ただ、今回の問題はこれを B を A の式で表せ。いいですか ?B を A の式で表せ。それは、ゴールが B イコールホニャララです。こうしろって言ってます。B をって言ってるからね。だからこれを変形するだけ。で、これもシンプルだよね。B イコールにしたいから 7A を右によいしょって持っていけばいいので、B イコール、まあ、50先でいっか。50。で、この子移行するとマイナスに変わるから、マイナス 7A で、これで終了といった感じになります。だから結構こう問題読んでる時に、やっぱりここの数量関係で終わる問題の方が圧倒的に多いから、受験だと。だから、受験でさ、こう緊張してる時に、問題さらっと読んで、ああ、数量関係か OK って思い込んで、ここ書くパターンあり得るからね。で、後で丸付きした友達とかと話した時に、えみたいな。いや、あれ B コンしかダメじゃねみたいな。え、マジでみたいなことが起こるから、あ、そっか、こういうタイプもあるんだなって、今回で記憶しておいてもらえると。本番ね、ミスること減ると思いますので、覚えておいてください。では次、二次方程式いきましょう。まずこれ展開が必要なので、こいつ展開していきます。まあこれは公式で、x2 乗マイナス 2x マイナス8ですね。x2 乗で、ここ、足したもの x。だからマイナス 2x ね。で、ここ、かけたものが来ると。で、公式。で、右辺が、まあそのままいると。ただ、右辺を全部左辺、左側に持ってきます。この子持ってくるとマイナス 3x に。この子持ってくるとプラス2。で、全部整理すると、x2 乗マイナス 5x マイナス6イコール0です。忘れないようにね。イコール0。で、こうまとめたから、イコール0にしたから、公式を使っていきます。かけてマイナス6。足してプラス5。あ、ごめんなさい。マイナス5になる数字のコンビを探していくと、これは、マイナス6とプラス1ですね。このコンビ。かけるとマイナス6だし、足すとプラス、ごめんなさい、マイナス5になると。で、数字のコンビ見つかったので、ちゃんと書くと、x マイナス6、x プラス1イコール0。これ公式ね、因数分解してますと。で、今回は方程式解けなので、答え。まあ、ちょっとずるいになるけど、ここの数字の符号を変えたもの。だから、6とマイナス1と。これが答えになります。で、これはね、ほんと、趣旨聞いてる方は毎回言ってるからさ、しつこいってなるかもしれないんだけど、これね、なんでこうできるかっていうと、カッコの間に掛け算が隠れてます。だから、カッコってひとまとめなので、ある塊とある塊をかけたらゼロになるものを考えてます。この塊とこの塊だからね。で、かけてゼロになるっていうのは、こいつがゼロになるか、こいつがゼロになればいいんです。つまり、カッコの中身がゼロになる。こっちがね。それか、こっちのカッコの中身がゼロになればいい。だから、x-6 が0になるか、x プラス1が0になるか。これ解くと、x は6でしょ？これ、x-1 でしょ？これ、右辺に持っていけばいいから。だから、この答えになりますと。この、だからの部分は絶対にね、絶対に忘れちゃいけないとこなのよ。なんでこれが使えるかっていうのはね。よし、じゃあ7番いきましょう。で、今は7番はね、A が出てくるんですが、まあ、正の数です。プラスです。A は。A はプラス。で、その時に、今ちょっとこれ省略してますけど、この形に、足し算、引き算、掛け算、割り算が入る4通りあります。その中で、答えが A より小さくなるものどれか考えなさいって話。いい？小さくなるものです。で、まずよ。足し算。これ、A にマイナスのもの。マイナス2分の1だからね。マイナスのものを足してたら絶対に減るよね。だから、答え小さくなります。だから、あは OK なのよ。あは足し算ね。ちっちゃくなるから。で、引き算がちょっとミソで、まあここでやったからね、さっきね。マイナスマイナスね。まあ引くマイナスになってるから、これって足す足すになるよね。ってことは、A に2分の1を足してるんだから、当然答えは大きくなるから、いはダメだと。答えがね、A より小さくなるものを探してます。で、次はもうセットでいきます。掛け算と割り算、セットでいくよ。これ、A に、A プラスよ。プラスのものに、マイナスのものをかけても割っても答えはマイナスですよね。だってプラスのものとマイナスのものを計算してるから。答え絶対にマイナスって分かってるからちっちゃくなるじゃん。だって A プラスなんだもん。だから、うも A も全部小さくなるので答えはあうえと。この3つになります。さあ、それで8番いきましょう。で、8番はですね、これも有名な問題なんですが、まず y=ax2乗、2次関数なことは分かってます。で、x の変域も y の変域も出てると。で、ここのもう一番のポイントは a じゃないですか、ここが。だから、下カーブなのか、グラフがね、上カーブなのかが、まずは分かってないんですよ。ここの段階では。でも分かるんです。それが分かるかどうか、この問題は。で、結論から言うと、今回は下カーブ。まあ、下に凸ってやつです。こっちになります。グラフが。さあ、なんででしょう？ここがわかるかどうか。で、ポイントはこれです。y の変域です。y が今3から12と言ってます。つまり、y がプラスゾーンしか取ってないんですよ。いいか、いいですか？いいか出ちゃった。いいですか？中学校の2次関数っていうのは絶対原点を通るので、下に凸。まあ、下カーブか上カーブか。プラスゾーンのみか、マイナスゾーンのみになります。あ、0を抜くとね。だから、y がプラスしかないってことは、絶対上のプラスゾーンしかないんですよ。逆に言うと、ここは y がマイナスマイナスだったら、マイナスゾーンしかないから、上カーブになるっていうのがわかるんです。中学校の範囲で言うと、マイナスとプラスは混ざらないから、y は。これ、高校入ると混ざります。いいかな？だから、これで、あ、こっちだってわかる。で、これさえわかっちゃえば、もう OK よ。あと書いてきます。x はマイナス2からマイナス1を使うと言ってるので、まあ、大体でいいよ。マイナス2からマイナス1って打ちます。で、打ち上げ花火でぶつけてください。こうやって。ぶつける。で、今、この、範囲でやってるから、ここまでやんなくていいけど、グラフも、この部分しか見ませんよって言ってる今。x がここしか使えないからね。じゃあ、その時、y が3から12。一番高いところが12。一番低いところが3って言うとります。だから、一番高いのここでしょ？ここが12、ここが3って言ってくれてんの。つまり、座標がそれぞれ、ここは、マイナス2の12を通ってます。マイナス2の12だから。で、ここは、マイナス1の3を通ってるって、座標がわかるんです。この情報だけで。だから、あとはここに入れればいい。どっち使ってもいいです。答え一緒だから。まあ、こっちの方が楽かな。入れていくと、y のとこに3、x のとこに1入れるから、3イコール、a かける、一応ちゃんと書くのね。マイナス1の2乗。マイナス1に2乗したら1だからね。つまりこの a イコール3ってすぐわかります。これで終了。いいかな。この、グラフがもともと分かってなくて、x も y も変域がちゃんと出てるパターンは、y の変域からまず勝負していく。グラフがわかるから。っていうのが大事。いいかな。覚えておいてください。で、最後、作図です。で、作図はね、いつも言いますが、中学校でね、習う作図は3つしか武器を持ってません。これだけなんです。武器は。だからどう使うかなの。で、その武器っていうのが、垂直二等分線、角の二等分線と垂線です。で、これは、概要欄に貼っておきます。作図のね。これポイント大事なんで、作図が苦手な方は見てください。で、今回は、AB、AC。ここね。半直線。半直線ってあれね、片方が固定されてて、片方が直線に伸びていくやつね。半直線って言うんですけど、これの接する円を書きたいと。円。で、その中でも、ここに接してほしいと言ってます。だからまあ、こういう接してるんで、この辺のこういう円かな。を書きたいんです。で、円を書くとき、まあこうやってね、角度がこう作られてて、そこに接する円を書くとき、まず1個覚えてほしいのが、ここの、角の二等分線を使います。ここ。で、ちょっと私このホワイトボード用の、コンパスとか持ってないので、フリーハンドになっちゃうんで、書き方確認だけで、ごめんなさい、お願いします。ですか？角の二等分線です。書き方はここに、針を刺します、コンパスの。で、適当に開いてもらって、シャッと、まず2個。印をつけてください。で、その後ちょっと広げてもらって、ここに針を刺して、こういうマーク。ここから刺して、シャっていくか、刺して、シャです。で、同じくそれを変えずに、ここにも刺して、こういう感じで、後をつけます。で、こっから、こいつに向かって引いていくと、これが角の二等分線になってます。で、この二直線、二半直線に接する円を描くとき、中心は絶対角の二等分線の上に乗ってます。これ覚えておきましょう。乗ってるんです、こうやって。証明すると長くなるんで証明しないけど。いい？で、もう一個。今、D に接すると言ってますよね。ちょっと余談なんですが、直線があって、そこに接するっていうのは、こういう状態です。円が接してるときね。で、中心から、その、接点って言うんですけど、接してるところ。接点と、こう、ピーって引きますよね。ここって絶対に垂直になります。接点と中心を結ぶと。だから、ここに接してほしい。接点になってほしいと言ってるから、こっからまっすぐ上に引く必要があるんです。ここが D みたいなもんだからね。じゃあ、D を通る垂線。いいですか？ここ。D を通る垂線を書いていく。必要があるよねって。で、これも、定規をちょっと小さめに、ごめんなさい、コンパスをちょっと小さめに開いてもらって、刺して、くるっと回します。まず、くるっとこんな感じで、この2個、接するところを作ってください。で、ちょっと広く開いてもらって、刺して、シュ。同じく、変えずにね、刺して、シュです。ちょっと待って、前から見ていい？このぐらいかな？ってやって、この部分とこの部分を結んでいきます。そうすると、これが垂線です。D を通る。で、今2本直線引きましたよね。ここの角の二等分線と垂線を引きました。それの交点が円の中心になります。で、今回は円の中心 P だけだから、黒じゃダメ。ごめんなさい。ここだ。ちゃんと最後ここが P ですよと。もうドヤ顔で書いて、これで終了。もし円を書けって言われたら、ここに針を刺して、ここが半径になってるから、PD の長さ取ってくるっと回すと、ちょうどこうやって円が描けますから。それを書いてほしいんですけど、今回は中心 P を書きなさいということなので、これで終了となります。いいかな？ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は高校受験対策の週シリーズ第95弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。